来た来た来た、オッケー。オッケー。では、皆さんゲストログインのボタンをポチッと押してください。ゲストログイン、いやすごいねこれ。Welcome to ニアトルフ。わあ。わあ。わあ。はい。わあ、こちら。うわあ、なんだこれ。嘘。マップになります。すげえ。めっちゃリアル、3D やん、 3D やん。はい、今回の舞台のマップになります。広すぎるだろ。現在の時計塔駅から出て、時計塔エリアを出発しての農林学部エリアに説明出るし、はい、左側のあのところポチポチ押してもらうと、それぞれの場所の説明とかもクリックしたら説明付きで出てきます。すごい、何それ。周り山、山すぎる。それは説明したやろが。山すぎ。ちょっと待って、はい、今回のセッションはこちらを使っていきますので。なんか離れに施設あんねんけど。まあ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 、絶対行った方がいいやつ。まあ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 、もちろんこの地図の全てに行くわけではありません。川沿いに探索した方が良さそう。はい、あ、本当だ、めっちゃ離れたところになんか操作方法はなんか直感的でわかるかなと思うんですけど、大丈夫ですかね。右クリックしながら回すと回転します。回転しますね。え、あ、本当だ。あ、ユードナリウムと一緒だ。そうリクリックで移動します。でドラッグ、ドラッグでズームアウト、うん、ボールをクリクリクリって、うん、あ、でちゃんと東西南北がある、うん、すげえ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 、情報が多すぎる。やば。こちらはですね、まあ、今回のセッションが終わった後の合間時間にでもおのおのちまちま見ておいてくださいというものでして、うん、はあはあ、はい、とりあえず今はセッションを進めますよ。はい、うん、さて、ニラトルフェスティニアスはみんな開けたかな。はい、はい、開けました。うん、オッケーオッケー。じゃあまあそうだね、とりあえず大事なところから、大事なところだけパパッと説明するよ。まあ一番大事なのは高速だね。ということで、精度の高速は開けますか。はい、はい、うん、高速、まあこのニラトルフにおいてね、高速というものは非常に重要なものなんだ。まあ、外部の教育機関とは意味合いが結構異なっていてね、高速に違反した学生の処分は重い。軽度の違反からも、まあ、退学になる例も重なればね、少なくはないので、気をつけるように、ここまでは大丈夫？大丈夫です、はい、で、学生手帳は、まあ、もちろん全員持ち歩かなければいけないので、これは持ち歩くこと。で、内申点が、まあまあまあ、とりあえずこれは校則1条から見ていけばいいか。うんうん、校則の第1条、学生手帳は常に携帯し、重要事項はこれへの記載を心がけること。まあ、これは内申点の減少等はないから、義務、ではないとも解釈されるけれど、まあこれがあると便利だし、持ち歩かない生徒はなかなかいないね。うん、次、第2条、入学時点で学生には内申評価点を450与えるものとする。この評価点が200を下回った場合1ヶ月の停学処分とする。この評価が100を下回った場合単位取得に関わらず留年処分とする。この評価点が0を下回った場合退学処分とする。ただし学園内の活動実績によっては評価点の加算もあり得る。ということだ。君たちはとりあえず自分の駒のステータスに内申点の項目を追加し450を付与すること。なるほど、なるほど。200だと、200以下になったら定額、定額100以下になったら留年、0になると退学、留年で、まあ活動実績によっては評価点の回復もあると書いてあるが、まあ基本的にはないものと思った方がいい。うん、回復者としてはまあめったなことがない限りはないから、基本減点だけだと思ってくれた方がいいね。うん、では、君たちが、まあ、これ見ただけだと、まあ、200下回らなければ余裕だろうと思うかもしれないが、この1点は、まあ、君たちが思ってるよりもこの学園では重いものだと考えておいてくれたまえ。うん、まあ内心なんて詐欺台に越したことはないのは当たり前なんだけれどね。そうですね、そうだね。うん、続いて第3条、委員会に所属している場合、それぞれに応じた権限と責務が課される。責務怠慢と認められた場合は委員会からの除名処分とともに150点の評価点減点とする。まあ委員会の責務についてはまた後で話そう。
第4条、講義への正当な理由なき欠席は学業怠慢とみなし100の減点とする。第5条、講義への準備不十分は学業怠慢とみなし80の減点処分とする。うーん。第6条、山中への許可のない立ち入りは禁止する。これに違反した場合200点の評価点減点とする。第7条、警備局員以外の午前22時から午前4時半までの、午前、これ午後だな、多分これは誤植だね、午後22時から午前4時半までの施設からの外出は禁止する。これに違反した場合150の評価点減点とする。第8条、許可されていない区域への立ち入りは禁止する。これに違反した場合150の評価減点とする。第9条、故意による設備の破壊行為は禁止する。これに違反した場合150の評価点減点とする。第10条、許可のない凶器の携帯は禁止する。これに違反した場合10の評価減点とする。第11条、趣味の悪い制服の着崩しは禁止する。これに違反した場合10の評価減点とする。複数の講師内で判断が分かれる場合は学園理事長の判断を優先する。最後に第12条、学業のみに関わらずあらゆる事柄に興味関心を持ち常に学びの姿勢を心がけて生活すること。とまあ校則としてはこんな感じだね。一通り頭には入れておきたまえ。はい、ウィス。それでなんだがっていった感じで、こう吉田はこうね片目を開けてあるを見ます。君のその手についてるのは許可を得ていない凶器ではないかと私は思うんだが、これそれ 許可得てるのかい？許可得てない。そうか、では心苦しいが講師の立場としては君の評価点を10点減点するしか。おやそうなのかい？なんか見る感じこうなんか罪人をぶっ飛ばせそうなものに見えるけど、これ煙幕。あー、煙幕。あのストーカーよくいるから巻くためのやつ。そうかそうか、煙幕か。煙幕が凶器かと言われるとまあギリギリ凶器には認められないかな。残念だ。なんで引きたいの？内心評価下げたかったんですか？いやいや、これでもね私はねあのまあ教師だからね、教師としての職務は全うしなければいけないじゃないか。あとこれあれでしょ、あれだよ、あの警察官があれだよ、取り締まり速度違反取り締まり隊員と一緒だよ。この狂気っていうか、これバカしか食らわないんだったらこの学園にバカがいないんだからそもそも、大丈夫でしょう。まあ、あるの言うバカってストーカーのことだから。ああ、じゃあ君はあれかい、あの A 型にしか効かない毒を持ち歩いててもこの場に A 型はいないからこれは毒とは認めないよみたいなことを言うタイプの人間かい？ダメだろ、毒に決まってるだろ。まあ一応それはまあ後であれだね、職員にでも申請は一応出しておいた方が安全だとは思うよ。分かった。まあ出してなかったら僕がまた後で内心引きに行くかもしれないし。狂気じゃないのに。いや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 、今は煙幕かもしれないけれどね、その時はなんか巻き菱とか入ってたらそれは狂気になるだろ。その手があったか。おやこれは、これおやこれは必要ないことを言ってしまったかな。はははは。はえさて、まあなんかその他、高速に対して聞きたいことはあるかい？ああ、ちなみに、よしみきゅんぐらいの白衣羽織るぐらいだったら別にあれだよ。あの趣味の悪い着崩しには該当しないよ。うん。そういえば、じゃあ、テトちゃんの着崩しは？あれ？ああ、あれはね、理事長判断で別にあの趣味は悪くないということにはなってたね。まあ、可愛かったしね。そうですわね、華やかでよろしかったですわ。まあ、ダメな例としては、まあ、全裸で歩くとか、あの原型がないほど、なんだろう、改造してこうなんかあのサンバカーニバルみたいなことにしてるやつはあれダメだって言われたことあったね。過去に前例があったんですね。全裸も含めて。そう。いやね、まあ君たちもわかると思うけど、こうなんか才能に突出してるやつって変人が多いからさ、君たちみたいに。確かにそうですわね、あのすごく身近に感じますわ。ね、やっぱ一芸に特化してる人は、まあ、テーマに物を与えずとも言うしね、一芸に特化してる人はどこかしらおかしい人が多いからね。そっかもって言いながらヨッシーの方見ます。私もどっかあるのかしらって言いながらちょっと自分の体をこう触ります、サッカー部が部室でダムダムダム作ってて狂気の所持で捕まったりとかね。え、いろいろあるから君たちも気をつけなよ。はい、はい、気をつけます。うん、
さて、まあ校則に関しては、まあなんか気になったら、まああれだ、あの案内のそれこそ手止めと君にでも聞けばいいから。で、次委員会制度の説明しようか。うん。まあ委員会にはそれぞれ、まあ書いてあったと思うけど、権限と責務ってものが付与されてるんだ。どこ見ればいい？まあ全部説明するのはめんどくさいから後で見てもらうとして。関係あるところだけ見てみよう。よしみくんはなんだっけ、おとなしくんは、総務委員会。はい、そうです。じゃあ総務のページを見てみよう。ポッチ。はい、総務委員会の仕事は、学内の掲示物、設備の管理全般が主な業務。またまあ他の委員会から、協力を要請された場合はその業務を、協力することも、業務の中だね。で、総務委員に認められた特権として、一般学生の立ち入りが許可されていない一部施設への立ち入りが許可されているが、これはまあ業務遂行上必要であると認められた場合に限るけどね。なるほど。で、この禁止区域に一般生徒が入る場合、職員または総務委員が許可した上で監督同行が求められる。ただまあ総務委員でも立ち入りが許可されていない施設も存在するけど、まあこれらの管理は主にまあ職員教育が担当してるから、まあ関係ないっちゃ関係ないね。であとは、まあごくまれに害獣が侵入、イノシシとかがね入ってきた時に、うん、その駆除業務、まあといっても実際に駆除するわけじゃないけど、こう追い立てとか、生徒の避難とか、そこら辺の協力を要請される場合もある。で、まあそこら辺があるから、まあ、講習会の、出席の義務が君たちには課せられてるね。まあこの講習会ではまあ非常に初歩的なものではあるけど、銃器の取り扱いとかも習うことになると思う。といってもまあ次の、講習会は結構先だから、まあ今日明日どうこうってわけじゃないんだけど。大体分かった？分かりました。OK。まあ基本的にはあれだね、他の委員会から手伝いも頼まれたら手伝う係で思ってくれればいいよ。先生。はい。あ、一点質問です。うん、これ、ね、一般生徒が立ち入る場合、職員あるいは総務委員が許可した上での監督同行が求められるっていうことは、あの僕と例えば真由美さん、千里さんが一緒になんかどっか一部禁止区域に行くときは、僕が一緒にいれば千里さんは一緒に入れるっていうことですよね。まあそうだね。総務委員の業務上入る必要があると認められてるのであれば、そういうことができるってことだね。うん、じゃあです。 OK。じゃあ次の、真由美くんは、緑化委員会だね。緑化委員会の仕事は、学内の清掃、および景観向上目的でのこう植えられた植物全般の管理だね。あとはまあ学園周辺の森林の管理も主な業務内容に含まれている。いっぱいだね。学園内で点在する倉庫の整理とかも緑化委員の仕事だね。また、月に1回の、緑化委員講習を受講することも義務付けられてるよ。で、この講習ではこう山中での注意事項とか設備の利用方法とかを学べるね。でまた、特権として、一般学生の立ち入りが禁じられている学園周辺の森林にもまあ一部だが入ることができる。で、まあさっきの総務部と一緒で、緑化委員以外の一般学生がこの山中に入る場合は、必ず1人以上緑化委員が監督同行しなければいけない。で、まあこの山中の立ち入りの際に何らかの事故等が発生した場合は、全部立ち入りを監督している緑化委員が責任を持つことになる。また、まあ緑化委員にも立ち入りが許可されてない深い山とかもあるから、まあ、そこら辺は警備局の担当になるね。緑化の委員長と副会長だけは警備局も兼任している。なかなか緑化と聞いてただけなんですけど、思った以上にやることが多いですね。頑張りがいがありそうです。うん、まあまあほどほどに頑張りなよ。とりあえずあの義務だけ守っとけば大丈夫だから。はい。そこを落とすと減点だから気をつけてね。わかりました。うん。最後が、図書委員だね。うん。図書委員の仕事は、まあそれぞれの学科とかに設置された図書室と、それらを統括してる、学園図書局っていう、まあでっかい図書館だね。そこの管理と、運営業務が担当だ。で、図書委員は、一般学生の立ち入りが許されてない蔵書室4への立ち入りが許可されてる。で、蔵書室4の、蔵書を閲覧することもできるね。うん、
ただ、まあ図書院でも全ての、図書局の、蔵書を管理してるわけじゃなくて、蔵書室3から1については、まあ、図書局が直接管理してるから図書院でも入ることはできない。まあその理由はまあいろいろなんか外部の研究データがあったりとかなんか機密があったりとかって感じだから、まあそこは諦めてくれ。うん。といった感じだね。何か質問ある？いっぱい本読めるってこと？まあそう言えばそうだけど、まあ学園図書局まあ君たち行ったことないから想像つかないかもだけど、うん、マジでバカでかい図書館で、こう誰でも入れる一般蔵書だけでこうなんだろうね、10年は読めるんじゃない？すごいね。うん、まあそれと別に何かこう何か貴重なやつとかは、それぞれ蔵書室1から3とか4に分離されてるんだけど、そのうちの4、まあ比較的軽微なものは読めるってことだね。うん、分かった。うん、 OK かな。じゃあ委員会の説明はこんなところで、って言いながら小吉田は、手帳は配ってニナトルフの説明はした、高速の説明したし委員会の説明したから、まあまあそんなとこかな。うん、あと部活か、あ忘れてたよ、君たちまあ部活まあ申請してると思うんだけど、うん、まあしばらくはこう転入で忙しいだろうから、最初の部活動は2週間後になってるから、2週間後、うん、そう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 、それまでにこう物質の場所とかおのおの自分たちで調べといてね、うん、活動内容とかウィス、うん、でなんだけど、講義は、明日から入ってる、まあ、今日はこれ辺に案内終わった後は、まあ、荷物の片付けとかなんかその他雑務とかしてもろって、あなんか必要なものを他にあれば、そのニアトヨフでも書いてあるんだけど、総合購買部ってところがあってね、総合購買部っていうのが何だろうな、まああのイオン的な感じの場所だと思ってもらえれば、基本的にネアトルフって外とあんまり関わりないんだけれど、総合購買部はもう外と外の何だろう、お店とかチェーン店とかガンガン入ってるから、大体そこ行けば全部買い物とか揃う感じだから、まあ、そこで買い出しとかなんかその他雑務とかおのおの好きなようにやってくれ。うん、吉田先生、あ、なんだい？これ移動するのに歩きか電車だっけ？うん、あーそうだけど、あの電車はあの学生手帳ピッてやれば無料で乗れるから、学生は、うん、なんかモーターみたいなのを靴につけて早く歩くとかダメ？あーなんかなんかどうだったかな、なんかどっかあのニナトルフのどっかに書いてあったんだけど、どこだったかな、交通ってところですか？あーそれ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 、交通、そうそう、ニナトルフのね、中の交通はこう、まあ外のあの道路交通法とは別のニナトルフの交通則っていうのが別で設定されててね、うん、まあまあというのも、まあここ私有地だからニナトルフ学園、うん、私有地内の道路ってこうあれなんだよ、あの道路交通法を適用されないからさ、うん、それとは別に、交通則っていうのがあって、で何だったかな、まあ自転車は利用してもいいんだったか、自転車以外の、車両、まあ動力含む系のやつは基本的に全部ダメだったはず。うん、じゃあ、でまあ高速で禁、でも高速で禁止されてるわけじゃないから内心は減らないよ、罰金は食らうけど、うん、靴につけるのはダメ？ああ、もう学園鉄道局に行って聞いてきてくるしかないんじゃないかな、僕別に交通則決めてる先生じゃないし、たらい回しだ、僕がいいよって言っても交通、あのあれ、あの学園鉄道局がダメって言ったらダメだから、そっか、面倒だね。うん、大人は面倒なものなんだよお嬢ちゃん大人やだねだね、僕もずっと子供でいたいよ、子供みたいだけどね先生も。お、わかる、いや僕の若々しい感じが伝わってくれてるなら何よりだよ。うん、って何だったっけ、どこまで説明したか忘れちゃったよ。部活動ですよね、部活動は、2週間後からで、あ、そう、うん、明日から講義が入ってて、うん、シラバスってわかる？
あ、学校のそのスケジュールみたいな感じよね、授業スケジュールみたいな。そう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 、うん、本来ね、この学校の授業、まあ、あの大学とかの感じの自分でどの講義取るか決めるんだけど、まあ、今回編入で明日から授業ってこともあって大変だろうから僕が適当に取っといたから。お、心配、わ、うん、かりました。まあ見てみ、あの、あ、その学生手帳で、あの、あれだから、あのカリキュラム見れるからとりあえず確認してくれるってスケジュール、うんうん、はい。で見てみますと、んじゃあ月水金が1から4までで、火木が1から3まで講義が割り振られているのが分かります。うん、月水金が1から4で、火、うん、木が1、3、1から3まで、まあ大体そんな感じで入ってるんだけど大丈夫、確認 OK、 うん、OK、はい、うん、あとはなんか聞きたいことある？僕から説明すること多分そんな感じだったはず、きっと。メイビー。マジであの編入生とか君たちぐらいしか知らんからさ、あれないんだよ、あのマニュアル。困るよね。ああ、ぶん投げられたのよ僕もね、偉い先生にやっといてって。なんで編入、ね、私たち呼んだの？ん、そこは理事長に聞いてもらわないと、別に僕が呼んだわけじゃないし。理由聞いてないの？あ、いや僕は聞いてないね、編入するからよろしくって。だって偉い人ってそのもんだよ。大人やだね。ねえ、やだね。これゲストログイン、うん、今僕たちしてると思うんですけれども、これなんか学生番号とかって与えられてたりする、うん、する感じですか？あー、あるけど、あー、説明はめんどくさいんだよね。今度手止めとくにでも聞いてもらって。了解。あの、まあ本当はそのなんだ、学生手帳開いたらこう ID 書いてあるんだよ。うん。この辺とかなんかいろいろあるから、まあ後で、まあなんか時間できた時にでも。了解。うん、僕知らないし君たちのパスワード。じゃあまああと以下適当でよろしくって感じで言うと、吉田はじゃあねーって感じで手ひらひらしながら帰っていきました。まあなんとかなるでしょう。ああよくわかんなかったけど。習うより慣れろってやつですかね。うん。さて、ここでなんですけど、キーパーからまだ説明することがあります。はい。よいしょ。このシナリオの進行についてです。うんうんうん。今回のシナリオなんですけれど、平日と休日でご進行のフローチャートが分かれてます。うん、でまあ今日は平日なんですけれど、まあ、あの入学案内とかがあるんで、まあ休日進行みたいな扱いにはします。で明日以降はこの平日と土日をこう平日進行休日進行で進めていきます。で、今回のシナリオは、大きく分けて、メインコード、サブコード、ボーナスコードの3コードに分けられます。メインコードってのは、まあ、その日に決められた固定のイベント、この日はこういうイベントが起こるよってシナリオに書いてあるのがメインコードです。でサブコードっていうのは、こうあなたたちが自由にあそこ行きたいって言って行くのがサブコード、ボーナスコードです。うん、で、まあ行く場所はこうあのキーパーが提示した場所から選んでもいいし、ない場所から、いやこうロールプレイ的にあそこ行きたいって感じで行ってもいいです。うん、でサブコードとボーナスコードは基本的に一緒なんですけど、違いは何かっていうと、サブコードは、絶対出ます、うんうん、絶対サブコードはできるんですけど、ーボーナスコードは、まあ、特定の条件を満たした場合のみ発生します。ああ、なるほどなるほど、ね、はい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 。まあ言ってしまえば、あの時間的に負けたかどうかになりますね。うん、ああうまいこと進んだら、そうそうそう、メインコードをめっちゃ手早く巻くことができれば、うんうん、ボーナスコードが発生するみたいな。いやー、なんか台数とか関わってきそうやな。あ、まあ、まあ休日はそんな感じ、平日の場合はまあまた通学判定とかいろいろあるんですけれど、そこはまあ平日のチャートやるときに説明しましょう。いや楽しそう。うわ、いやなんかすごいよ。情報量とやることがすごい、うん、そう今情報量で殴られてる。ということで、吉田は帰りました。じゃあねー、さよなら。あ、みつか、あ、忘れてた、みつかくんのこともこう寮まで案内しといてよろしく。え、わかりました。はい、って感じで吉田は帰ってきました。さよなら。適当だね。とりあえずは私たちも荷物の整理ありますし、
三沢ちゃんを怒るついでに寮の方に向かいますか。そうだね、うん、学生寮までみんなで行こっか。そうしよう。ミサはちなみにこれまでずっとこうボヘーっとこう椅子に座ってこうなんとはなしに前を見つめてたみたいな感じなんですけど、うん、おいミツハちゃんってちょっと目の前で手振って手振ってみてじゃあそういうとミツハって言います。あれそうですよ、ミツハちゃんのことですよ。ミツハちゃんのことですよ。うん、僕の名前はおとなしよしみです。僕の名前はおとなしよしみです。反数してる、うん、お迎えインコでしょうか。いやこの子はどう見ても人間じゃないのかい。うん、とりあえず私手を引いて連れて行きますわ。私手を引いて連れて行きますまあ目的地まで行こうかみんなで、うん、じゃあ荷物お願いしてもよろしいでしょうか。お願いしてもよろしいでしょうか。みつはちゃんもこう言ってますしみつはちゃんもこう言ってますしいいって言いながらじゃあ鳥に任せます鳥型自立飛行物体に任せます荷物持ちを冒頭で言ってたはい、じゃあ何荷物を鳥型に乗せるってこと。鳥型に乗せます。なるほど。じゃあミサもこう自分の前に置いちゃったものを鳥型の上に積んでいきます。うんさとさとさとさ、行動とか言葉を真似してるのかな。真似してるのかな。そんな感じがしますわね。しますわね。そうだね。そういえばここみつはちゃんがさっき座ってた教室だよね。言われてみれば、そうですね。さっき座ってたところとか周りとかにみつはちゃんのもの落ちてたりとかしないかな。一応探しておきましょうか。うん、こんなにぼんやりしてたら何か忘れてそうだし、ね、はい、じゃあそこまで言うならもう一度目星を振ってもいいでしょう。やったやったえいえいイエーイ。総裁じゃん。なんでやねん、成功せえへんな。クリったのに、じゃあそうだな、とりあえず見つけるは見つける、見つけるは見つけるけど、うん、じゃあ音無はこう、あこれはって感じでしゃがみ込んだあたりでこうあるの顔を超至近距離で見てしまって3チェック挟みました。ああ手と手が触れ合ってしまった。これが生物学的にありえる造形なのか。ありえるね。ありえるからねわ。ありえるな、生物やったわって。的にはわ。ただの生物じゃねえか。うん、ただの肉と皮と骨だな。ひどい。いや素晴らしいアミノ酸とタンパク質でできていますね。それ褒めてるの？あいつやばいやつじゃないか。発言がちょっと人間離れしてますわ。はい、そんなことないですよ。はい、僕なんて。うん、ではあるはなんですけど、うん、あるはそうですね、さっき見た時ミツハが座ってた席に、うん、なんか小さい石のかけらみたいのが転がってるのを見つけます。ほう、石のかけらはこう銀白色の鉱石でして、うん、まあ何の変哲もないような石ころに見えます。うん、銀白色の鉱石。アルさんそれはなんかあった。これミツハちゃんの、実質学ある、触れますよ。実質学振っていいです。おなんであるんですか。触れますね。すごい緑化委員会まああるし、まあそのなんていうんですか、土壌というかいいね。すげえ、マジか、地質学持ちがいるのか。すげえ、あナイスナイスナイス、すげえ偉すぎ。じゃそうですね、銀白色のこんな感じの鉱石で、モリブデンっていう鉱石があるんですけれど、モリブデン、それによく似てるんですが違うことが、別の鉱石であることが分かります。モリブデンと違う、
モリブデンっていう鉱石にめっちゃ似てるんですけれど、よくよく見たら地質学的な学術的なタメルと微妙に異なる部分がありまして、うん、となるとあなたの知識ではこの石を分類することができずに、こうなんでしょうね、学術的にこう未知の鉱石である可能性まであります。あら、お、私これと似たような石を知ってるんですけど、モリブデン鉱石って言われる鉱石なんですけど、うん、それと似てるだけで、なんて言うんでしょう、なんか根本的にそもそもがモリブデン鉱石とは何か違うような、初めて見る石に思いますわね。未知の物質ってことかい。そうですわね。それがなんで、私の知る限りでは、うん、モリブデン鉱石に似て非なるものですわね。それがなんで、 あのミツハちゃんが座ってた席にあるんでしょうかね。うん、え、これはミツハちゃんのって言ってすって目の前に差し出してみます。これはミツハちゃんのってこうすって手を出す動作をします。ああ発狂してんな、どうした。発狂してるってよりは何でしょうね、うん、こう今まさに言語を覚えてる最中みたいな雰囲気があるかもしれん。なるほど。どっちかというとこう赤子がやってるような感じの意味しようが方が強いかもしれん。なるほど、オッケーオッケー。なるほど。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。おいしい。ねえ、またなくしちゃってもいけませんし、預かっておきましょうか。うん、そうだね、持っておくよ。持っておくよ。じゃあ行こうか。行こうか。はい、どうします、学生寮行きます。行こう、行きます。学生寮行こうか。はい、ではあなたたちは学生寮に向かって歩き出します。まあ、農林学科との外に出ますと、まあ、朝一番とは違って、まあ、人はちらほらと姿は見えるでしょう。あなたたちと同じような制服を着た学生とか職員とかが行き来してる感じですね。ちなみに学生寮まあまあ距離あるんですけど、ぱっくり見たら分かる通り、歩いて行ってもいいし路面電車で行ってもいい。この黒い線が路面ですか。そうそうそう。だったら学生寮が、あ、ここか、遠いね。そう、時計塔エリア挟んでの向かい側やから。あ、じゃあ、そしたら端か、うん、路面だろうね。オッケー。ではあなたたちは路面電車に乗りまして、こうガタゴトガタゴトと進みまして学生寮まで到着します。うん、到着。うん、はい、学生寮に到着しますと、あい、こっち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 って言ってるやつがいます。この声は、うん、テトちゃんかな。テトちゃん先輩でしょうか。いいと、その通りこの俺様ことテトメトの登場だ、エントリーだーって言ってます。元気だね。わー、どんどんパフパフ。イエイ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 。いや、ノリいいね。これね、スルーされるとね、超恥ずかしいからね。私、楽しいことは好きですわ。お、仲間じゃん、仲間仲間、イエーイイエーイって拳をこう、ガツンと合わせましょう。はい、ガツンと合わせてこう、合わせた拳を中心にくるくる回ってます。隣で一緒にわーって手あげときます。わー、ズンチャズンチャ。わーわー。いや、こう最近ハワイに行くヤクザのゲームやってるからさ、ズンチャズンチャって踊りたくなるんだよね、わかる。ハワイのヤクザは分かりませんが、楽しそうで何よりですわ。うん、別にハワイでのヤクザは関係ないんだけどね。なんか春に関係してる一番いい男な気がするね。美味しいせんべいを作ってそうですよ ね。ああ、そうなんだよ。続編せんべい作んないのがマジでね、そこがね。そうなんだ。そうなんですか。そう、あの会社ね、もう引退してるんだよ。で、そのことはどうでもよくって。そちらのお子さんは？どなたの、誰の子供ですか。ヨッシーの子供。ちょっと違うって。生物学的に興味があるって。いや、生物学的に確かにすごく興味が、まゆみさん、僕さすがにさすがに僕はそんな間違いを起こさないですよ。説得力ない。殴りますよ、トーマさん。なんか付き合い短いけど解剖実験だとか言って服を剥きそうなイメージは確かにない、ないかといえば嘘になる。テトメトさん信じてくださいよ。
あの中等部に入学編入する新しい子あ、そうなの？あ、そうなの？君たち以外にも編入生いたの？みたい。みたいです。知らんかった。もういいか。とりあえず先生からこの子も寮に連れてってあげてって言われたので。うん。うんうん。そうなんだね。うん。じゃあまあとりあえず入ろっか。うん。入りましょうか。テクテクテク。はい、以上あなたたちは手のみたに案内されて寮へと入っていきます。何から説明するべきか、まあ、とりあえず部屋の鍵かな。うんって感じで、はい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 って感じで、じゃあ部屋の鍵を投げられ渡されます。ポイ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 。で部屋の鍵なんだけど、あ忘れてた、部屋の鍵なんだけど鍵はあります。こうしてうんなんだけど、男子の部屋が1部屋の鍵、女子の部屋が2部屋の鍵あります。うんで、基本的に、この、学校の寮って2人1部屋なんだよね。うん。うんうん。というわけで、まあ、ヨッシーはあれ、2人部屋を1人で贅沢に使えます。はい、どうぞ。やったー。わーい。うん、よし。ちーちゃんとあーたんはどうする？この、みつかちゃんと3人だから、まあ、2、1に分かれることになると思うんだけど。うん。でしたら、私、三葉ちゃんと同室になりましょうか。うん、私部屋でいろいろ機械いじるからうるさいと思う。その方が良さそうですね。ああそうなんだ。でも一応防音は確か聞いてたはず。うん、うん、でも一緒の部屋だったらうるさいかなって。まあそれはそうだね。うんということで、あなたたちの部屋家は、お部屋は29階になります。高いね。高い高い、うん、まあこの寮が29階建てなんだけど、最上階、まあ、そうなんで、あの基本的に、ね、下の部屋の方が人気だからさ。遠いから、うん、あまあそうですよね。朝起きてそうあのエレベーターがねあるんだけど、いいロスになりますよね。 朝と夕方の混み具合やばいのよエレベーター。あーなるほど、ね、絶対混みそうですわ、まあまあ、階段もあるんだけどね横に。ちょっと20… まずは階段で29階まで行くかって言われるとエレベーター使いたくなりますわね。ちょっと29階までエレベーターマジで大変だから。なんでエスカレーターつけないの、うん、エスカレーターで29階も大概だと思うよ。うんでも階段より楽。まあエレベーターあるし、うん、エレベーターは人数制限がある。うんまあつてエレベーターもまあたくさんあるんだけどね。あそっか。そう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 。まあこの寮、まあ、結構変な形してるのはこうニラトルフももらった地図見れる？うん、うん、ありますね。うん学生寮こう形がね、そう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 、 A と B と C と D と E と F 棟に分かれてるんだけど、うん、それぞれの棟でエレベーターが6個あるからまあまあいっぱいあるんだ。エレベーター 6×6？ そう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 。でも基本的に上の方はあの他の棟とはつながってないしね。うん、なんだけどまあそれでも激混みなのよ朝は。まあしゃあないんだけどね。 そうですわ29階分の生徒さんがいらっしゃるってことですもんね、うん、そう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 。ギリギリまで寝れないのつらい。そうなのだから上の方は基本不人気。残念。まあそういう俺も29階なんだけど。あれあうんで、まあそうだね、簡単に寮の説明をするんだけど、まあ各棟には、まあ、各フロアの各階にはね、うん、共通して、給油室と遊戯室と、倉庫と談話室、あとランドリーとかはあるから、ここら辺はまあ学生なら誰でも使用できるから。遊戯室、うん、うん。まあ、まあ、遊戯室って言っても、まあそんな大したものはないんだけど、でっかい机とか、あとボードゲームとかいくつか置いてあったりするよ、うん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 、人生ゲームとかあるよ。おお。うん、まああとはまあ防音がしっかりしてるっていう意味ではそこら辺もまあ基本持ち込みでやってたりするねゲームとか、うん、そうそうそう。最近だとこうスマホを持ち込んでこうなスマホの対戦ゲームとかこうみんなでやってるところタクとかもあるよ。ああ非なったらか学生みたいな。そう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 、5対5でやるやつだね。うん、うんでまあ、各寮の会はそんな感じだからいいとして、うん、で説明が必要なのは多分中央棟なんだよね。中央棟、中央棟、うん、ペショ、うん、はい、うん、
え、中央島はまあ各界と違って、あ、出てきた地図、ごめん、左側に地図出てきたわ。うん、いや過去の俺は有能だったようだ。はい、E D E、まあ各島はこんな感じになってるんだけど、マップ的にはね。中央島は8階まである。まあこのロビーも中央島なんだけど、うん、で、この中央島にあるものはこう左手にあります通り、ここらのこの地図に書いてあります通り、最上階が中央談話室、いつでも出入りできる。で7階が丸々男子浴場で、6階も丸々女子浴場で、5階が厨房だから立ち入り禁止で、4から2階まで学食、でまあこれ4から2階まで学食なんだけど、場所によってこう営業時間が微妙に違ったりするから注意ね。うん。で、1階は購買、まあちっちゃいコンビニみたいな感じだね。生徒がこうアルバイトで店員してたりするやつ。こいつも24時間営業だから、いやこれ地味に助かるんだよ。そうですね、1階と8階をこう往復してる生徒さんもいらっしゃるそうですよね。まあここもエレベーターあるし、まあ、あの助かるっていうのはね、ここ高速でさ夜中出れないからさ、寮から。うん、あーそっか、寮内で完結してるっていうのはすごくいいですよね。基本的にこう欲しいものがあったら、ここの生徒はあの総合購買部っていう、まあ、でっかいショッピングセンターみたいなとこ行くんだけど、こう夜中にこうなんかちょっと大変明日必要なあれが足りないとか、ストッキング断線したとか、シャンペンの芯がないとか、腹減ったポテチ食いてーとかなったら、この1階の購買行く感じ。うん。で、地下には、喫茶店があるよ。バーって名前の。バーなのに喫茶店なの。そう。あれ、雰囲気的にはこう、大人な感じのバーな感じのクラシック流れてる感じの場所なんだけど、うん、まあ、もちろん学生向けだからアルコールは出ないけどね。うん。これは夜中もやってるから、まあなんだろうね、まあ、ちょっとお話ししたりとかするときに使ったりするのかな。俺はあんま使わないけど、うん、はい、ここまでで説明、質問ある人？うん、大丈夫かな。うん、OK かな。まあ学食と浴場はあの時間決まってるから、そこ逃さないようにだけ気をつけてね。まあお風呂はあの各部屋にシャワーとかはあるんだけど、うん、この F 棟だけ、うん、他の塔と形が違うのは変だね。F と形が違う？なんかへっこんでる。あー、これ多分なんか印刷のミスかなんじゃない？え、そうなの？多分、あれ？こんなへこんでたっけ？あ、こんなへこんでるね。あ、これらなんだろうね。ごめん、なんかわかんないや。そういう工事だったんじゃないかな。うん、なるほど。多分何かしらの都合があるんだと思うけど、まあ単純にそういう構造ってことですかね。そうだね。うん。なんでやろうな。なんでかわかんないや。F 棟だけ変って覚えておけばいいんだね。まあ別に気にしなくてもいいと思うよ。うん。大体そんなとこかな。うん、そうですかね。うん。うん、でなんだけど、君たちの荷物はこの、1階にある会議室に入ってるはずだから、まあそれの荷ほどきとかもまあ今日中にやってた方がいいんじゃないかな。多分分かった。そうですわね。うん、じゃあちょっと俺もうそろそろお昼終わるから、ちょっとパン食いながら次の講義の会場まで走んなきゃいけないから、曲がり角には気をつけてくださいね。運命の出会いが待ってる。素敵な出会いがあるかもしれないけど、でもあれ食べながら走るのマジでこう呼吸とね食事のこのねあれが難しくて結構大変なんだけど、ちょっと頑張ってくるわ。うん、生きてね。うおー10秒チャージって言いながら、じゃあこう、あ、それはあんまり大変じゃなさそう。パンの10秒チャージはパサパサになりますわ。うん、確かに。ドベトは、ダッシュで次の講義へ走っていきました。バターがあるといいんですけれど、うん、喉がしっとりするといいね。うん、お10秒チャージでミサも言ってます。飲む10秒パンチャージするの？ミサちゃん10秒パンチャージするのって。うん、私たちは荷ほどきしましょうか。うん、あ、そういえばアータンさん、うん、さっきの石、うん、私預かってても、うん、いいですか？
あ、おめ29階建てだった。29階です、あなたたちのフロア。うん、あれ29階って言ってなかった？あ、言ってた。29階言ってた、言ってた。収容人数1万138人だって。1万138。それがまあ29階しか空いてないってことは、28階までは全部埋まってるってことだから、はあ、まあ1万ぐらいはいるってことか。そうね、1万強ぐらいはいるんじゃないですかね。ああ、はあ、生徒だけで。いや、その町やな。まあ都市ですから、学園都市ですから、うん、1700ぐらいは一つの塔におるってこと。怖い。うん、あ、でエレベーターパンパンですわ。そうだね、6個じゃそれは足りないよ。ね、エレベーターはね、6個あるとはいえ、あの縦には 1機しかないので、うん、いや各階止まるし、うん、イライラするだろうな。そら下の方が人気ですね、うん、で、あれか、石ね。あ、これ、そう、もともとまあミツハちゃんのものっぽいですし、うん、確かに何かあった際に近くにあるといいかなと思って。うん、分かった、預けとくねって言って、はい、ポンって渡します。ありがとうございます。うんうん、ちーちゃんに。オッケーオッケー、ちーちゃんが預かります。じゃあミツハもその手の上に自分の手をポンって置いてます。ポン、預けます。かわいい。かわいい。ありがとう。ありがとう。どういたしまして。どういたしまして。なんか、ポケピみたいだね。ユピみたいだね。ポケピ。どこでも一緒の。どこでも一緒の。うん。はい、あなたたちはこのままエントランスでミツハと交流を続けてもいいし、うん、会議室にあるという荷物を見に行ってもいい。会議室行こうか。見に行きますか。ここまで両手にプランター抱え続けてるやつもいるしな。そろそろグスコとブドリを落ち着ける場所に置きたいから部屋まで行こうか。そろそろ腕プルプルしてんじゃないかな。大丈夫、 STR13 あるから。まあ、そこそこあるな。はい、ではあなたたちは会議室へと向かいます。はい、よいしょ。会議室に、行きますとですね、部屋の隅っこのスペースに、あなたたちが、まあ、自宅から送った荷物らしきものが山のように積まれてます。うん、でなんですけど、編入案内時にこのノートパソコンを購入することを強く推奨されてまして、うん、多分買ったと思うんですけど、買いました？うん、うん、作ったかも、うん、買いました。多分買ってた。はい、では、買ったそれも一緒に届いてることでしょう、うん、多分自分で組み立ててると思う。ノートパソコンを、いや、あの自作パソコンとか作れたりするじゃないですか。あ、つまり学校推奨のものではなく自分で作るということでよろしいですね。うん、わかりました。では学校推奨のノートパソコン買った人が2人、自作のを持ってきたやつが1人です。はい。はい、でですね、まあそれぞれの荷物の、まあ宅配便の伝票とかを確認せず、まあ、全部荷物だったりただ積んである感じになってるんで、それぞれどれが自分のかをこう仕分けしつつ、この1階と29階を往復して荷物を運搬していくことになるでしょう。まあ、なかなかの大作業でしょうね。もういっぱい任せよう、じゃあ取りに。まあとりあえず先に自分のと自分のじゃないのを分けようか、うん、そうですわね。おで、余ったやつはミツハちゃんのってことだね。そういえばミツハちゃんの荷物届いてますかね。はい、ミツハの荷物は見た感じ何もないことが分かります。あれ、そうなんだ。着替えすらありません。これ仕分け終わりましたけど、全部私たちの荷物だけで完結してますわね。ミツハちゃんの荷物はないのか、ね、ほっぽり出されてきたってこと。あ、いや、ごめんなさい、1個だけありますね。ノート PC が入ってるやつだけあります。おお、推奨されたものだけ。ミツハちゃん違いもね、壁用具もね。
みつはちゃん、みつはちゃん、これ全然荷物とかないみたいだけれども大丈夫かい？ないみたいだけど大丈夫かい？大丈夫じゃなさそうですわね。うん、なさそうですわね。まあ私のがありますし、なんとかやりくりしてみますわ。そうだね、してみますわ。困ったら言って。はい、幸い購買もあるです、あるようですし、あるしね。呼んだ？いや違う、あ、そのあるじゃないですわ。そっか、あるしねって、なんで急に僕があるの？びっくりした。急な罵倒。そんなことは言わないよ。なんか言葉遣いって難しいですわね。うん、ひどいこと言われたかと思った。言わない言わない言わない。はい、ではあなたたちは仕分けした荷物を各々自分の部屋へピストン輸送することでよろしいですか？はい、はい、まあね、開封、その後運んだ後も段ボールの開封とかあるんで、ヘッドヘッドだよ。まあまあ手がかかるでしょうね。ではとりあえずあなたたちは自分たちのエリオの部屋へと移動します。よいしょ、うんうん、今日の部屋はまあ今は何も荷物がないんで非常に清潔な綺麗な感じのとこですね。間取りとしては、ベッドと、机が2つ、で壁にはこう比較的大きな窓もあるって感じです。で、この部屋が、綺麗に保たれるかどうかはあなたたちの自由です。まあ両足に違反しない限りは、同居人と、まあ、折り合いつけば自由に使用することができるでしょう。な、発明するやつもおればプランターが広くなってるかもしれへんやつ。そう、まあ、日向に置いときます。そう、敷金の方がね、あの現状復旧、初期復旧ができるならばもう一回言われないでしょう。まあまあ大丈夫だと思う。変なものは持ってきてないし一番ほんまにまともやなと思ったわ。スタトちゃんが一番まともやなと思った。うん、はい、ではですね、あなたたちはこれから特に引っ越しの、もうほぼ引っ越しですね、引っ越し作業に入るわけなんですけれど、はい、ここでですね、あの運搬とか二方どきとか配置とかにどれほど時間がかかったのかを、なんかふさわしい技能で判定することで決めることができます。ああ、ふさわしい技能、何もなければデックスとか器用さ、まあデックスかける5でやろうかなと思ってました。まあ悪いもかな、うん、まずいなまずいな。あのメカたちに手伝わせて頑張って整理整頓するはどうでしょうか？メカたちに運搬くらいじゃね、メカできること。ダンボールの開封とか配置とかはちょっと厳しくね。厳しいかな。そのためのメカを今から一から作るということですか？天才の発想作ってもいいけどな開封するために、ね、開封する機会がないなら作ればいいじゃない。多分作ってる間に、ね、開封しようかい。マリアントワネットみたいな。なんかいいのないかな。いやでもないから作るって発想好きないなら作ればいいじゃない。いや作ればいいかなって思っちゃう本当にまあそれができるならな、全然、うん、まあね、まあ作れるか作れないかで言えば作れると思うんですけれど、うん、時短になるかどうかで言うと怪しいところではあるので、そうね、作ってやらせるまでいくから、うん、まあ半分とかが求めるかな、うん、半分ね、半分、まあデックスかける5よりマシなんだよね、ぐらいの、うん、ハード成功したらあの二ほどきするメカを作るメカを作ったみたいな感じで、うんうん、ネズミ山的な感じでこう、あの二ほどきメカが時間経過とともに増えていってうんうん、うん、はいはいはい、ネズミ山ねあーダメだはい、じゃあ作ることができるんですけど非常に時間がかかっております。うん、はい、他の方、じゃあ己の器用さで、はい、デックスいきます。2人ともデックス高いもん。はい、じゃあお二人はテキパキとこう荷物を回復して、まあここら辺かなみたいな感じでこう綺麗に配置したりとか、クローゼットにしまったりとかもできるでしょう。器用ですから私器用ですから。じゃあ、あれだ、ニャインとかで、うん、あの後で手伝ってって送っとこう、ちいちゃんに、
その時なんですけど、まあ、あのミサは千里と同室だったよね、確か。はい、だからミサも多分千里の部屋に一緒に行くと思うんですけど、まあ、特に何も言わなければこうぼーっと部屋の隅に立ってるんですけど、なんかあります？じゃあみっちゃんの、みっちゃんの、まあ、ノートパソコンを一緒に開いてみようかなと、うん、まあ特には初期状態ですね、うん、ててん、まだスタートというかセットアップもされてないんだ。そうね、みつはちゃん何ができるかな。あ、じゃあまあその見ほどきする過程をこう一緒に見よう見まねでやらせておこうかな。なるほど、わかりました。じゃあまあ一緒に手伝わせるって感じで、はい、ミサも二ほどきをするんですけれど、そうですね、じゃあこう服をクローゼットにしまってる横で隣の箱から取り出した教科書を一緒にクローゼットに置いてる。それは服じゃないのよ。じゃあまあそんな感じですね。じゃあ次はちゃんと服を持ってきてしまったりとか。おお、学んでる。かと思えば次は筆記用具を本棚に入れようとしたりとか。そうですね、まあその手伝ってるのか邪魔してるのか、敵したものはそのちゃんとその必要な場所に直すようにこういろいろ教えながら、はいはいはい、待って待って、一緒に見ほどきしようかなと思います。はい、してます。はい、ではですね、まあ、あれですね、千里とヨッシーはまあそこそこの時間で、まあほどほどの時間で二ほどきが終わりまして、まあそうですね、まあ、テトメトが次の授業あニャインあたりにですね、次学生寮行くのが何時ぐらいって言ってたかな、18時とかだったかな、まあ、放課後になるよって言ってたんで、うんうん、それまでもうちょっと時間あるかなって感じです。なるほどなるほど、うん、なんで、まあ、ミサとコミュニケーションを取ったりだとか、それともまあちょっとなんか外出たりとかもできるでしょう。まあ寮の周辺もあったりとかもできますけど、いやー工学部行きてーな。え？いやなんかあの石とかこう解析したりとかってあの工学部とかでできないかなと思って。地質学部じゃね？地質学部、地質学部、地質学部、地質学部もあるのか。学部ありすぎてわからんな。ああ、ね、めちゃくちゃ多いよな、まあ、ねえ、めっちゃ多い。あ、農林学部の2号館にあるのか、地質学科。じゃあ明日からのあれでよし行けそうじゃね、うん、おー、あーそっか、獣医学科も同じ棟だもんね。うん、そうだね、生物学科も同じ棟だね。ふっ何でも揃ってる、怖い。はい、ということで、あるは今二ほどきロボットが完成して、二ほどきロボットが二ほどき始めた段階です、うん、ね、寝てます本人。はあ、マジかよ。おい。はい、で他3人はまああのあれで、ね、ミサ含めて3人はまあなんか自由に行動できますけど、何かしたいこととかありますか？遊ぶ？ああそうね、そうね、ここら辺を言うのであれば、あのミサの私物がマジで何もないことは言っておきます。そうだから一回購買部行って身の回りのもの購入しのっかなとは思ってる。ああそうだね、うん、一旦購買部にちーちゃんみっちゃんは行きます。わかりました、よしみも同行します。あ、いや、よしみは同行します。だって私一緒に行けないんだもん。寝るしかないじゃん。いやこれあの音なしも別行動とかはできる感じです。まあできますよ。おう、
まあできますけどって感じではある。うん、あできるけどどこ行くねんって。まだね明確に何か分かってるわけでもないしね、うん、そうだね。みつはちゃんのこともちょっと知りたいから一緒に行きます。ありました。ではあなたたちはある以外は総合購買部へと向かいます。わー来ました。